はい、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、寒くなってきたのでハイブリッドダウンをね、ちょっといろんな形で着回していこうかなと思います。オクテットチャンネルで、今日着回すアイテムなんですけど、まあハイブリッドダウンですね。まあ僕もね、コットンのものを一着持っているんですが、まあ、ハイブリッドっていうのはもう説明不要かなと思うんですが、一応ね、身頃とこの袖だったりとか後ろ身頃っていうのが別の素材になってるっていうようなね、ダウンジャケットになっています。はい。で、このダウンはね、普通のダウンとの大きな違いは、これをインナーにすることもできるっていうのが一番の強みじゃないかなと思ってます。はい。なのですごくね、着こなしの幅はね、結構広いんじゃないかなと思ってます。まあ、ある意味ね、春先まで使えるっていうのを考えると、かなりね、コスパがいいダウンジャケットはこれかなとも思っているので、今日はね、こういうハイブリッドダウンっていうのをいろんな形でね、着回していくっていうような動画になってます。はい。ぜひね、最後までお付き合いください。はい。まあ、まずは、こんな形で、今日のスタイルになります。はい。まあ、下からですね、フィリップモデルのトロペっていう白スニを履いてまして、リプレイのね、スウェットパンツを履いてます。で、インナーは、これはヌメロのロゴティーですね。白のロンティーです。の上から、ヘルノのね、このウールニットのハイブリッドダウンブルゾンを着ています。これはね、まずは、まあ、紹介したいなと思ったんですけど、僕がね、本当によくするようなスタイルというか、形でして、やっぱハイブリッドダウンって、いろんな形があるんですけど、個人的にはね、やっぱりちょっとスポーティーな雰囲気になるんじゃないかなと思うんですよね。で、特にこういう、まあ、ナイロンとか、ベースのダウンの素材に、今回はウールですけど、まあ、コットンだったりウールだったりっていうのがほとんどなんで、ちょっとやっぱスポーティーになるんですよね。なので、個人的にはね、こういう、まあ、スウェットパンツとか合わせた、まあ、ちょっとこう、大人のラグスポじゃないですけど、少しね、エレガントからスポーティーに寄ったスタイルっていうのはすごくね、相性がいいんじゃないかなと思ってます。はい。なので、やっぱりこういうダウンゲットした方はね、ぜひね、まあ、持ってればいいですけど、スウェットパンツなんかもあればね、こんな感じのスタイリングがね、楽しめるのかなと思うので、一つね、こういうスポーティーなスタイルっていうのは、すごく相性がいいコーデじゃないかなと思います。はい。次はね、こんな感じのスタイルです。はい。まあ、先ほどね、散々、スポーティーと言っていましたが、こういうエレガントな感じも、全然ありです。はい。まあ、正直これは結構このハイブリッドダウンにもよるかなと思うんですけど、今回ね、僕が着回すこのダウンは、ヘルノのね、ハイブリッドダウンブルゾンになっていて、まあスポーティーなんですけど、やっぱりすごい綺麗だしエレガントなんですよね。なので、それこそ普段のね、こういうウールスラックスみたいなパンツだったりとか、まあコットンパンツみたいなアイテムにニットっていうもう本当にこう冬の鉄板のスタイルの上からこれっていうのも全然ね、馴染むんじゃないかなと思います。やっぱりこう、カジュアルすぎるとね、こういうパンツとかとは相性がね、悪いのかななんて思われるかもしれないですけど、そうじゃなくてね、全然これ綺麗な感じもこなしてくれるので、すごくね、いいんじゃないかなと思います。はい。エレガントなスタイルに、こういうちょっとスポーティーなハイブリッドブルゾンっていうのも、すごくね、ありかなと思います。そしてね、このハイブリッドなんですけど、まあ、さっきもお話した通り、この上からっていうのもできます。はい。ちょっとね、コート着てみますね。はい。例えばね、こんな感じですね。上からちょっとマッキーのチェスターをね、着てみたんですけど、もう収まりもね、全然いいし、全然かさばってもないし、すごくね、スッキリしてるんですけど、こんな感じでね、かっこいいんじゃないかなと思います。馴染みもいいですよね。まあ、正直ね、本当に寒い時って、コートだけだとね、ちょっと厳しいでしょっていう時もあると思うので、そういう時にね、このミドルアウターとして、こういうのがあるとすごくね、心強いので、今からだと、こういう着方、ぜひね、おすすめしたいなと思います。ということでね、次はこんな感じです。まあ、ちょっとね、カジュアルに、次は合わせてみました。結構まあ、僕にしては珍しいかな。リプレイのカーゴパンツ。はい。で、ブーツで合わせていて、インナーはね、こんな感じで、まあ、ジョンスメドレーの黄色いニットを着ています。はい。まあ、こういうね、ちょっとカジュアル系のスタイリングも、まあ、やっぱ全然合いますよね。はい。なんかこう、本当にそういう意味ではね、着ながら思うのは、すごくやっぱりこれ、着回し力は非常に高いのかなと思います。うん。で、これね、ポイントは、まあこれも後でね、コード着てみようかなと思うんですけど、裏もね、これニットになっています。はい。なので、すごいね、この伸縮性、ストレッチ
めっちゃ効いてて、でなおかつかさばりもしないので、すごくね快適に着られる感があります。まあ、このまま車の運転とかもできるっていうのも車移動がね多い僕としてはすごく利点ですね。まあ、ちょっとこの上からコート着てみますね。上からねコートを着るとこんな感じです。すごくね、まあこれもありじゃないかなと思ってます。非常にあったかいですし、すごくねかっこいいですよね。この袖元のニット、裏のニットっていうのがすごく効いてて、まあ全くかさばらないっていうところと、あとはなんかこう肩とかもねすごい楽なんですよね。なのでこう普通のダウンはまあもちろんアウターとして着るものなんで、こういう着方はそもそもできないですけど、あったかくも楽に着られるっていうのは、すごい個人的にはありがたいとこかなと思いますし、まあリラックスで着る分にもねすごくハマりやすいので非常に使いやすいかなと思います。はい、ということでね、今日はこのハイブリッドダウンの着回しということで3パターンほどですね着替えてみました。はい、まあ本当にハイブリッドっていうのは近年ですごい人気なんですけど、このヘルノのアイテムであれば、まあ、スポーティーもカジュアルも、あとはねこういうちょっとエレガントなスタイルっていうのも全部ねこなせるのかなと思うので、そういった意味ではね本当に汎用性高いと思います。で、今からはね、まあ、上からコートとかを着れば真冬でもねすごい活躍してくれるミドルアウターっていう感じにもなるので、ぜひね一着は置いておきたいなっていうような万能なねダウンじゃないかなと思います。気になった方はねぜひ概要欄に貼っておきますので見てみてください。僕らの動画は毎日8時動画を更新してます。ぜひね気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。ということで、ムネでした。バイバイ。